What's up, everybody? りょうすけっす。今日はね、今もうジンバブエという国に飛行機で来たよね。ナミビアからジンバブエまでね、1時間ちょいぐらいで来れるね。今からね、ジンバブエ1の観光スポットというか、世界ですごい人気の観光スポットがあって、ビクトリアの滝という、そこにちょっとチャリンコで向かおうかなと。かっこいいやん。およし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 ビクトリアの滝っていうのはね、みんな聞いたこともあると思うんやけど、世界三大瀑布ね。俺も一回行ったことのある、アメリカとカナダの国境沿いにあるナイアガラの滝、ブラジルとアルゼンチンの国境にあるイグアスの滝、それからここのジンバブエとザンビアの国境沿いにあるビクトリアの滝と、まあ、俺らはね、もう今ビクトリアフォールズという空港までね、飛行機で来たから、もう本当にすぐそこなんよね。宿からも本当数キロで、そこの公園の中に入れるということで、チャリンコ借りて行ってみたいと思います。まあ、とりあえず暑い暑いお楽しみに、行きます。この辺は完全にもうお土産ゾーンやね。もうほんと滝の近く、すぐそこ。よし、みんな予約ついた。ウェルカムトゥビクトリアフォールズ。国境越えをしながらも滝を見続けるということで、今ね、一応ジンバブエ側の仮出国みたいなのをここで一回して、これを挟んで、その国境沿いにある橋に行くと。でその辺がね、ビクトリアフォールズのビュースポットなんで、今からこの自転車でそのまま中入れるんで、やっぱ自転車めちゃくちゃいいよ。じゃあね、行ってみよう。やばい、みんな今ね、もう通りないけど、さ、ちょっと雨みたいなの降ってきたんよ。来たね。見て、下めっちゃ濡れちゃうんやけど、これもすでに滝から来とるわ音はね、もうあっちから聞こえる。ゴー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 、すごいね。この辺も水、ここだけめっちゃ晴れちゃうのに、これ水やから完全にここまで滝つぼらの水しぶきが完全に来とる。やばい、あ、音めっちゃ聞こえ始めた、こっち側から。わ、あれ滝、あれや、橋や。みんな来るよ、そろそろ。っていうか、マジで涼しい。やばいね。やばくない？水、あ、見えてきそう心臓バックバックなんだけど、やばい。あ、この底、ほら、何も見えない。あ、若干見えてきそう、若干見えてきたけど、かすかに見えてる。うわ、水しぶきがありすぎて、何もわからん。霧にしか見えない。あと、すごい、めちゃめちゃ帰ってくる。ここ滝つぼやな。そんでね、あそこでね、バンジージャンプ あのアトラクションっていうか、アクティビティショーはめちゃやりたいけど高いやろうなとりあえずもうちょい進んでみようか。はい、ということで、なんとザンビア入国したよ。ザンビアさん、こんにちは。ここが国境ね、簡単に越えれた。でもうザンビア入ってきたから、今からそのザンビア側から見えるビクトリアホールズをまた自転車でまっすぐ行って見に行くと。じゃあ早速行こう。ウェルカムトゥビクトリアホールズのザンビア側のチケットオフィス、ここでチケット買ったんで、1人ね30ドルということで、じゃあ早速もうこれで買えたんで、本番のビクトリアホールズザンビア側見に行くぞ。チャリ旅も終了でございます。あそこにチャリを置いて、今からはねもう歩いていくのみということで、あそこの多分奥地に歩いていくんじゃないでしょうか。もうね、ここからだと音がどんどん迫力を増してきた。楽しみやな。今俺らがおるのがここにおるから、もう歩いてね、ぐーっと全部。うわ、こんなとこまで行けるんや、すげえな。よし、早速じゃあ行ってみよう。ビクトリアフォールズイスタンカタラクト。で、もうこっからもうね、ちょっとかすかにもう見えとんだよね。濃いぞ、音が聞こえる。いやー、真っ白や。いやー、何も見えん。かすかにしか見えん。ちょっともうちょい近いとこ行こう。あっち行けるから。うわー、すげー、あれ。うわー、もうすごいな。勢い半端なし。うわー、すげー、ここが一番や。
金。ビクトリアホールズってこの滝壺が 100m あって、この長さ、滝の長さが 1700m もある。つまり 1.7 キロもこの断崖絶壁にこう崖があって、そこにこう水が流れて滝になっちゃう。航空写真とか見たらやばい、もうなんか天地の割れ目みたいな。名前の由来もね、結構あのこの川の音ってか滝の流れる音がもう雷みたいな、だから雷の音が鳴る水蒸気みたいな感じで由来があるっていうね。これぐらいやっぱすごいよね、音もね。いやー、ほらー、あれがビクトリアホールズブリッジね。俺らあそこ通ってきたところね、全然見えんかったところ、水しぶきで。で今こっち側ほら、すごいのよ。ほら見て、虹が見える。映るかな、 GoPro で。あそこ橋がちょうど真ん中やね、正面に。本当にこの辺来るとね、もう近いから滝が、もう水しぶきがすごい。みんなカッパとかね、来ちゃう人もある。まあ、カッパ着るほどでもないけどね。もしかしたらもうちょい近づいたらやばいのかもしれんけど。うわ、もう雨じゃん、ただの雨じゃん。やばいやばいやばい、めっちゃ濡れるこれ。すごい。ストレートライガイス。雨やん、マジで。大雨。うわ、すげえ。やばい。やばい。正面。やばい。見てくれ。雨。すごい。やばい。下手なシャワーよりもシャワー3回分ぐらい浴びた感じよ、水圧の強い。すごい。でこっちは何があんの。ジンジャーポイントって。すごい。さらにね、この滝から近い、この辺全然水ないんやね。いや、やばい。やばいよ、カッパ、うっさ。見てよみんな、今着とったやつ。ほら、こんなに水濡れたんや。それ以上に最高やったよ。あとね、別のちょっと方面からも
このビクトリアホールズをお見せしたいと思いますんで移動するわ。怖い、お猿さん、バンブー、おお、怖っ、こんな近く普通に歩くんやな。めっちゃ襲われそうやし、めちゃめちゃむしゃむしゃ食うと思う。かわいい、子供乗せとる。わー、すげえ、めちゃめちゃ西が見える。まだ30ぐらいの西が見える。あそこさっき俺らもう決死の覚悟で走り抜けてたところ、あれはやばい、それは濡れるやん。見てこれ、これがねビクトリアホールズの上から見たやつ。すごくドーンみたいな。でも俺らがおるのがここらしい。すごいよね、すごいから。すげー、すげー、ここ、ここがほらさっきのまさにこの滝壺のこの目の前ってことやね。でさ、みんなね、ここがね、実はあのデビルズプールって呼ばれちゃうとこで、今はね水量が結構多くなるシーズンで、ちょっとねかなり流れ強いやん。ここ4月から9月ぐらいまでが水量が減るんやけど、その時になったらなんとねここに入れるのよ。みんなねこれ写真撮ったり、ほんとあのギリギリあの落ちるところのまでみんな行ってね遊ぶことができると。ただね過去に結構死人も出たりとかしょって、結構危険なアクティビティではあるんやけど、世界中でもねまだまだ人気なアクティビティ。ちょっと今回はね水量も多いけど挑戦はできないけど、みんなねほんとその時期に来てくれればがっつりここで楽しめると思うんで、それは羨ましいね。ここを見るとさ普通の川やもん。普通の川、ここまで見るとねなんかよくありげな川なんやけど、こっち側見るとやばいのよ、断崖絶壁。ダイブだよ。ダイブ。Yeah, I want to go Deadpool. Sorry? Devil pool. Oh, Devil's pool. Yeah. All right, sir. いや、とにかくね、ビクトリアフォールズ、最高やった。まあね、あの世界三大瀑布ナイアガラの滝にも行った俺の感想として、まずナイアガラとの比較ね、見た目とかこううわーってなる感じは、まあ、ぶっちゃけナイアガラの滝の方がすごいかな。でもその近さ、滝との近さとか音の凄さとか水しぶきとかは、まあ、ビクトリアフォールズかな。まあ、どっちにしろねどっちもいいとこあってめちゃくちゃいいよ。とにかくね、楽しい。みんなもぜひビクトリアフォールズ来る機会あったらこれを参考にしてもらえればいいかなと思いますんで、今日の動画はここまでとさせてもらいます。みんないつも動画見てくれてありがとう。それじゃあ See ya! バイバーイ。